雪麹のゆっこです。今回は米粉で作るたこ焼きをご紹介します。卵、小麦粉、乳製品不使用なのでアレルギーの方も食べれると思います。材料ですが、米粉、お水、ベーキングパウダー、あとポイントは長芋ですね。あと具材はタコの他にウインナーとかキムチ、チーズなど入れてもいいと思います。米粉のたこ焼きの生地は約35個分でご紹介しております。今回は2倍量で作っております。米粉の種類ですが、みずほ力を使用しております。これは米粉パンとかを焼くときに、結構使いやすい米粉になります。米粉は振るわなくてもダマになりにくいので、材料をかき混ぜるだけで大丈夫です。最初に米粉にドライイーストを入れておきます。そして削り節を入れます。だしパックとかでも OK です。そしてお水を少しずつ入れて混ぜていきます。米粉がよく溶けたら、すりおろした長芋を入れてまたよくかき混ぜていきます。長芋を入れることによって生地をつなぎ合わせる役目があるので、ぜひ長芋や山芋入れてください。そしてめんつゆと塩を入れて味を調節していきます。生地にね、味をしっかりつけていってます。大阪で有名なたこ焼きですが、実は明治から大正にかけて流行したラジオ焼きっていうものが元となりました。当時高価でハイカラなラジオにちなんで名付けられたそうです。ラジオ焼きの主役は最初はこんにゃくでした。今のようにタコが主役になったのは昭和初期だそうです。たこ焼きの元祖、会津屋さんの店主がもっとお客さんが喜んでくれる食材ないかなって探し求めて、明石の卵焼きにはタコが入っているという情報をヒントに、小麦粉に醤油だしを足して何もつけずに食べるたこ焼きが大好評になったそうです。私も会津屋さんのたこ焼き大好きです。シンプルだからこそ何個でも食べられちゃいますね。娘は小麦粉と卵アレルギーだったので、なかなか普通に売ってるたこ焼きが食べれなかったんですね。なので家で米粉でたこ焼きが作れないかなということで、いろいろ試行錯誤しました。お家ならではのたこ焼きですが、みんなでワイワイ作るとまた美味しさアップしますよね。あと米粉で作ってるので結構お腹にたまります。でソースとマヨネーズはお好みで、ポン酢とかでも美味しいです。生地に味がしっかりついてるから、もう本当にそのままでも美味しいです。中はもちっと、外はカリッとしてるのが結構特徴ですね。最後まで見ていただきありがとうございます。こちらでは発酵食品、麹の使い方やレシピ、そして米粉のお料理などもお伝えしていきます。よかったらチャンネル登録や高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。